16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西のおつまみですね。チーカマね、濃厚ね、ブレンドチーズの濃厚な味わい、チェダー、ゴーダ、ゴルゴンゾーラ、パルメザン、4種類のチーズを使ってますね。はい、チーカマ、マルゼンさん、チーカマってマルゼンさんの登録商標だから、チーカマはもうね、マルゼンさんですね。あ、そういうところで、札幌黒ラベルの黒2017限定醸造。まずはビール、黒ビールですね。あ、美味しい。チーカマ、これね、開け方、これをペロンってやってからプリンってやるんで、ですよね。成功したことないんですよね、僕ね、これね。もう結局口でここね、歯でここやっちゃうんですけどね。魚肉ソーセージにしろ、このチーカマにしろ、プリンっていくんでしょ。あ、いけるかな。あ、プリンっていった。あ、こっからが問題だ。あ、いける。あ、初めてだ。初めて成功しました。はい、見た目は普通のチーカマと変わりません。あのね、そんな強烈にね、チェダーだ、ゴーダだ、ゴルゴンゾーラだ、パルメザンだっていう風に来る感じではないですね。普通のチーカマよりチーズの感じが、奥深いというか、重みのある感じ。はい、チーズがね、パルメザン、ゴルゴンゾーラ、なんとなく分かりますね。美味しいですよ。チーカマ美味しいですからね。うん。もう一本成功できるかな。チーカマヘルシーですよね。これ一本28キロカロリー。もう一回成功できるかな。お、成功した。お。チーカマいけるな。魚肉ソーセージでね、これ成功したことないですね。あ、でもなんか、ちょっと引っかかってる。うん、美味しい。うん、濃厚な感じしますね。うん、美味しい。チーカマはマルゼンさんだけで、それ以外のチーズ入りのかまぼこはチーズかまぼことか、チーズ入りかまぼことか、そういう表記になってると思います。はい、チーカマはマルゼンさんだけ。最初にチーカマ作ったのも、チーズ入りかまぼこを作ったのもマルゼンさんですね。ね、おつまみにいいですね。うん、美味しい。まあちゅうことで、はい、まじゃチーカマいいわ。うん、チーカマいいですね。魚肉ソーセージも好きですが、うん、チーカマいいわ。うん、まじゃ。